アニメにハマって以来、本当にアニメ大好きで、もうなんかアニメがなかったら多分今の自分がないなってぐらいアニメが大好きで、もうアニメがなければ生きていけない。アニメないとダメです。なんか知ることがないんですよ。でもそれ分かるよ、分かる分かる。なんかアニメ見ちゃダメって言われると、じゃあ何しようみたいな、ねねね、そしたらアニソン聞く、それもダメって言われたらもうないみたいな。中3の受験の時にちょこっとこう見始めたのがきっかけなんですけど、うんうん、はい、当時の作品覚えてますか？初めにアニソンから入ったんですよ、うんうん、エヴァの曲から入って、それがあとあのなんかなんだっけ、あのソーセラークエリオンとかがパ、うんうん、チンコで仕上がれてたね。それでなんかアニソンっていいんだなと思ったのがきっかけで、うんうん、エヴァとか、うんうん、そうアクエリオンとかを見始めたのがきっかけですね、うんうん、はい。私はですね、隠れオタクで、あんま一緒にアニメの話とかする人がいないんですよ。なんで隠れてるんですか？なんか初恋の人がなんかオタク嫌いで、でなんかオタクとかキモみたいなこと言うから、えって思って隠れなきゃって思って必死に隠して、もうそれ以来もうみんなの前でアニメ好きとか言わないようにしてしてきたんですけど、それだともうたまるじゃないですか。もう分かる分かる分かる、喋りたいってなっちゃうじゃないですか。だからもういいやつって隠さなくってって思って、でもうみんなといろんな話したくてもうずうずしてる、はい。アニメを好きになり始めたきっかけは、そうだな、鈴宮春日の憂鬱をなんで見たのかな、多分春日のダンスがすごい、踊ってるのをテレビか動画かで見て、踊るっていうのは今では流行ってるけど、その時はそんなに春日が最初ってぐらいすごい可愛いって思って、アニメのキャラクターがこんなヌルヌル動いて踊ってるって思ったから、それで踊りを真似して、で、春日も見たらもう中二病になっちゃって、ただの人間には興味ありませんみたいな感じになっちゃって、で、そっからハマって、で、あと夏休みになったんですね。中学校2年生とか1年生の夏休みで深夜まで起きてるじゃないですか。で、深夜起きてると深夜アニメが流れてくるじゃないですか。たまたま見て、さよなら絶望先生が流れてて、で、それまで私アニメってプリキュアとか、セーラームーンとか、ドラえもんとか、クレヨンしんちゃんとか、そういうんだと思ったから、なんだこのアニメって思って、おしゃれって思って、で、もう夢中になって見て単行本全部買って、で、そっからどん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 ハマってっちゃってました。最初に見たのは、確か、ドラゴンボールの最初のではなくて、なぜか GT から見始めてる。あ、でもそんぐらいの、うん、そう、幼稚園ぐらいの再放送してた。うん、そう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 。で、まあ幼稚園児だったんで、まだそんなに意味もわからずはーって見てたんですけど、うん、小学生になってからルロケンとか、あと、ルロケン多分みんなわかんないと思うけど、天空のエスカフローネっていう、あー、わかる、わかるけど見たことない。あ、うん、うん、あ、もうズキュンと来て、うんうん、もうそこからもう、もうすごいディープになり始めましたね、うん、私最初はそのアニメとか漫画とかキモいってずっと思ってるタイプだったんですよ。で、絶対こんなの見ても面白くないと思ってたのが、それが小学校の 5,6 年生の時に、その幼稚園ぐらいの時は普通にアニメって認識せずにずっと見てたものはあったんですけど、 それこそセーラームーンとか、ちゃんとそうアニメって認識して見始めたりとかしたのが鈴宮春日、そう一緒で、春日の憂鬱で、それをたまたま友達のお家で漫画を読んだ時にすごい面白くて、なんか漫画とかアニメとか置いといて作品として本当に面白いなと思って、でちゃんとそれをそういうアニメとか漫画とか認識してハマり始めた初めの作品だったんですよ。ちなみにその鈴宮春日は何が面白かったですか？なんだろう、世界観とか独特な SF 感とか、あとなんかアニメだとなんていうの、カメラアングルが独特っていうか、本と本の間からこうカメラがある感じで人が映ってたりとかするのがすごいなんか新しいなって私には思えて、それが今までの自分が慣れ親しんでたものと全然違って、あ、こういうのもあるんだなって思ってどんどんハマってって、そこからこうどんどんいろんな方向に興味を持ち始めて、で今になってはもういろんなのが好きになって、アニメが大好きになって、それを他の人にも分かってほしいなって思って。
生まれた頃からアニメ見てたんですよ本当に。でだからみんなアニメ好きなんだってみんな同じだと思ってたんですよ。でオタクっていう言葉の意味も分かんなくて、その特別な存在がなかったからみんな同じにアニメが好きだと思ってたから、うん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 、でも田舎だし遊びに行くこともないから、うん、行くとこといったらレンタルショップぐらいで借りて週末見るぐらいだったから、それで成長してきたから周りもお友達もみんなアニメ大好きな人が多い。そうそうですね、たまたまなのかもしれないですけど、高校になって初めてです、周りに誰もオタクがいないっていう。へー、つらい、昨日のあれ見たっていうアニメの通に喋りかけたら、え、何のことってドラマとか言われて、そっかー、そっかー、やだ、かわいそう、なんでと思って、急に一人ぼっちになった感じだったから寂しくて。なるほど。そうです。まあ、ずっと生まれた時から、まあ、アニメがあるとはいえ、はい、自分がこう意識的にじゃあその好きだな、能動的にこのアニメ好きだなと思い始めた作品とか覚えてます？一番最初に物心ついた時にわって見て、ずっと毎日毎日も朝昼晩見てたのが地獄先生ヌーベっていう。でも知ってる人本当にいなかったんで、でもヌーベってさ、ダンスとかに言っても、おー見てた見てたって感じじゃない？みんな知らないっつってて。知らないの？私が広めてたんですよ、ビデオ貸したりしてこうやって面白いよね、でも面白い、ヌーベかやばいし、かなりかわいいし、それ見てからもうもっといろんなアニメ見ようと思い出したと思います。そういう場合ってお母さんとかはどうなんですか、そのアニメ。あ、お父さんもそのヌーベが好きで面白いぞって見せてくれて、でお姉ちゃんも5つ離れてたんで、もうお姉ちゃんもバンバン見る人だったんで、家族みんなで夜テレビ囲んで見てたりして。いいなぁ、いい感じ。もともとずっとモデルやってたんですけど、でなんかオタクキャラちょっと隠しとこうみたいな感じだったんですけど、やっぱギャップが激しいから。でもなんかやっぱ出したいし、今19歳だけど、もう14年間ぐらいアニメをもうほぼ毎日見てて、で普通にご飯食べてるのにドラゴンボール Z が流れてるみたいな、で私兄弟5人いて、で真ん中なのね、で上にお兄ちゃんがいるんだけど、やっぱりなんかお兄ちゃんの影響からそういうドラゴンボールとかあと遊戯王とかああいう感じの、そうそう見てて、でなんかお父さんも嫌いじゃないし、むしろドラゴンボール一緒に見ちゃうみたいな感じで、だからそうやって分かんなかったの、私普通のことだと思ってたし、だからアンパンマンも大好きだし、なんか私ちょっとガキっぽいのが好きなんだよね、分かんないけど、プリキュアとか、そう、東京ミュウミュウとか、あとピチピチピチとか、分かるよね、分かるよね、とか、あとキラリレボリューションとかも超大好きで、でなんかおはスタも毎日見てて、なんかデンジャラス爺さんとか、なんかあとデュエルマスターズとか超見てて、だからカードゲームもやってたし、中学校の時に普通になんかね、プリキュア5がさみたいな話をしたら、何それみたいな。プリキュアね、普通小学生でさ卒業するじゃん。そうそうそう、私も見てたのね、わかる。それでなんかあ、見てた見てた、ドレミちゃん超好きだった。そう、それでなんか初めて気づいて、私みんなと一緒があんま好きじゃなくて、私もそうだった。そうそうそう、だからなんか授業中みんながはーって手挙げたら絶対手挙げないし逆にシーンってしてたら分かんないもんね、はーいみたいな、あくまり分かんないみたいな、そんな感じだったから。そうね、私もそういう症状あったわ、中学生の時に、ね、うん、普通は嫌、そうみんなと一緒嫌みたいな、なんか何もないとこ眺めてさ、いるみたいな。そうそう、分かる分かる。春日の時に異空間だったじゃん、うん、そうそう、壁が見えるみたいな歩けない、ここから一歩も私は歩けない。だからなんか正門の前で立ち止まってこうやってやるよね。実家が秋田なんだけど、うん、秋田ってそんな深夜アニメとか放送されてないね、東北ないよね、ない、うん、もう一部地域を除くの一部地域だから本当にそれで、まあ、見れなくて、でも高校終わって仙台の学校に行ったんだけど、その一人暮らし始めたらもう自由じゃん、うちの、うん、もう朝からまんまらアニメ見て、その時にコスプレする友達もできて、うん、コスプレ行ったりして、一番あ盛り上がったのは稲入れがすごい好きだったんだけど、うん、まあ、そこで、ね、ちょっと腐り始めたんだけど腐っちゃった、ね、ちょっと、まあ、でもアニメもちっちゃい時から、うん、まあ親とかが漫画アニメ好きで家にあって、
で自分の見てたものとあと妹がいるんだけど、うん、妹のやつも結局一緒に見るから、うん、結構広くて、で子供向けのてかさっきのドラミちゃんとか、うん、カードキャプターさくらとかも一緒に好きで、うん、カードゲーム一緒にやってみたいな、うん、きっかけは？きっかけ、うん、きっかけもないもうないちょっと待って突然見たら好きになってたみたいな、気づいてた見てた的な、そうそう、あの普通にちっちゃい時から、うん、オタクって言われたこともないし、高校もオタクのばっかり、男子も女子も、うん、専門学校もオタクの友達いて、うんうんうん、とかずっといるから別になんかきっかけはない、うん、もうって感じです。でも結構春日きっかけ多くない？なんか踊ってみたとかやってる人すごい、そうそうそう、晴れ晴れハレハレよくやるね。そこからなんか、うん、それオタクじゃない子も踊れるっていう、曲わかるみたいな、カラオケで、ね、アイドルの子とかも、そう、歌い始めたりとか、あれみたいな、学校祭とかでもみんな踊れたり、そう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 、私ものとかね、あれは踊れたりする、だから結構代表的だよ。やっぱそういう意味で鈴宮結構大きい、すごい、うん、なんか友達にも鈴宮春日でいきなりそのハレハレ踊り出して、うん、本編も見てでハマっちゃう、ハマっちゃってオタクになるっていう子がすごく多くて、鈴宮春日で女の子のオタク、若い女の子多分結構、うん、女子の心を掴んだら何だったの？なんだろう、なんかね、あの女の子ってかっこいい女の子惚れるじゃん、うん、それじゃない？春日ってそんな感じ、春日かわいい、長友もかわいいし、かわいいし、ね、かわいい、ゆくるちゃんもかわいいし、多分女の子にも好感持てる女の子キャラだったし、うん、で突然そのアニメに入ったわけじゃなくて、その前段階として曲があったりとか、うんうん、映像があったりして逆にアニメに入ってた。でも確かに曲で入ってる人は多いです、うん、なんかね、うん、エヴァ見たことないのに曲知ってるとか知ってる人いるみたいな、本当にそんな感じ、軽音とかもそうじゃない、曲知ってる人多いよね、軽音も、うん、なんかアニメって普通に見ててな、もうアニメとか全然好きじゃない人とかが突然なんか見る機会って、うん、たまたま夜遅く起きててテレビつけたりとかしかないと思うんですよ。そうだね、だからそういう場所よりも、だからたまたまゲームセンターとかで流れてる音楽とか、そういう場所から、あと友達が歌ってるカラオケの曲とか、そういう場所から入ったりするのも多いのかもって。なんか今ほらカラオケってさ、アニメ動画流してくれるじゃん、だからみんななんかこれ何って言って入ってくれる多いよね。マクロスとか多くなかった？マクロスめっちゃ流れる。マクロスは全然アニメわかんない子でも正解飛行やったらみんな嫌ってる。嫌ってる、春日以外だとお互いに あれあれが一つ大きかったっていう、その今のマクロスみたいなのもあるんですけど、うん、どの作品が上がってくるんですか？私、銀魂一回、あ、銀魂はね、分かる、銀魂ですっごい一回ハマって、なんかその春日とかからアニメ見るようになったけど、すごいこれが一番ハマったっていうのが一時期銀魂で、みんな銀魂からいろいろ調べるようになって、声優さんとか有名な声優さんすごい使ってるから、それで知るようになって、でそっから神楽の釘宮さんがすっごい好きで、すっごい好きになって、そっから釘宮さんが出てる作品を検索するようになって、そっからトラドラに行き着いた。それはある、そう、私もアニソン好きになって水木奈々知って、そうで奈々ちゃんが出てるアニメを見たのが奈々だって、そういうきっかけも、つながりがね、代表作って言って見たらもうめっちゃ面白いじゃんみたいな、あるね、それはある、すごい、うん、ちなみに軽音はどうだ？大好き、軽音面白い。ケオン誰が一番好き？ユイ、ミオ、ミオちゃん、ユイ、ユイ、私ムニャちゃん、アズニャ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 の人は、アズニャの人は最近アズニャめっちゃ好き、アズニャ、アズニャ、ユイちゃんは？ユイ、あ、一人だ、ムギちゃんいない、ムギ、ムギ、ムギちゃんね、ムギちゃんね、ミオだよね、ミオもらっていきますね、分かれたね、久々に、え、リツは？リちゃん実はだって料理とか完璧だからね、あとあと前髪下げたら可愛い。あれ映画見たよね。見た。泣いちゃった。なんかさ、好きなアニソンランキングみたいな感じでさ、天使に触れたのがいきなり上に出てきて、びっくりしちゃったもん、あの時は。映画見るべき。見るべきだよ。見るべき。見てないの、むしろ。ダメだよ。見てみな、みな、みな。見るべき。二回見た、私二回。分かる分かる。二回見る、二回見る。劇場で見るからいいんだよね。そう。劇場いいよね、やっぱり。大きいしね。マクロスとかは劇場で見たら。そうそうそう。分かって、戦闘シーンとライブシーンがやばいの、マクロス。やばい、やばい。なんかもう最後の顔だから。なんかもうグーってくる、なんかさ、一作品にさ、1時間語らないとさ、終わんないよね。間違いないんだけど。それある、それある、それある。